それ T シャツをカーディガンにリフォームします。1000円で買った長袖 T シャツです。これをカーディガンにリフォームします。このステッチをうまく活かしましょう。まずはステッチをほどいて前開きにします。次に襟のリブを外します。中心から左右に10センチほどほどきます。リブの中心をカットします。襟ぐりのリブを生かしてスタンドカラー風にします。リブの切り口は1センチほど内側に入れて閉じます。前身頃には見返しをつけます。芯を貼った裏地を8センチ幅前身頃の長さで用意して、真ん中の4センチ幅でカットします。半分に切った見返し布を中表で前身ごろに合わせ縫い合わせます。伸びやすい生地の場合はしつけをしてから縫ってください。縫ったら表に返して見返し布が前から見えないよう見返し布側を1ミリ控えて縫い代を押さえるステッチをかけます。ステッチをかけたらもう一度裏返します。見返し布の襟部分を処理します。襟を挟んで前身ごろに縫い付けます。端にロックミシンをかけます。襟の部分ができました。前開きの裾から見返し布が出ないよう少し内側に入れて手縫いで閉じます。リフォームが完成しました。ご近所でのお買い物などに使えますね。デザインとして見返し布を押さえるために前からステッチをかけてもいいですね。ご視聴ありがとうございました。